え、ちなみに岸本さんは三笠に決まってんじゃん。それじゃんじゃなくてでしょ。誰だと思って、誰だと思ってんの。どうなんだよ。やめろやめろ。私はエレンだよ。おめでとうございます。おめでとうございます。なんで言ったの。駆逐してやるって言っちゃう。なんでだよ。もういいです。え、いいんですか。ちょっと待ってですけども。で、誰が好きなの。ミカサです。ありがとうございます。両思いですね。なんかずるいな。俺の割り切りで乗っかっちゃってるもんね。なんか方法論としてずるい。いやでもね、こう回を重ねるごとに私ジャンキルさん、ジャンキルさんになっちゃった。下院だけなくなっちゃった。下院まで行ってあげてもらっていいですかね。ジャンキルさん、わかりますよ気持ちは。すごいよ、私は好きになったなって感じたので。表情なのに。あとね、下野さんなんかもうね、マイボーズにすればいいだけだもんね。いやいやいや、今からします。いやし、ちょっと頑張って好きみたいなこと。横だけちょっと時間かかるし、ほらやることいっぱいあるからね。そうですね。あとそれで言えば、だってもうエレンとジャンなんかも喧嘩しなきゃいけないけど大丈夫。いや、それは岸本さんと戦うんだよ。ワッサできる。ていうか、まあそれはそれはセイワッサしちゃいますけど。セイワッサできる。セイワッサ、ワッサワッサいける。ワッサ服破けちゃうんで、ちょっと今日もう破けてるじゃん。もう破けちゃうと思うから。脱げばいいだろうよ。ワッサボロボロだから、ボロボロだったんだね。てか、アルミンだってさ、一回そういう格好してたじゃん。だって38番だから。一つ言わせて、アルミン男の子なんだよ。いや、そういう格好してたからね。目覚めたの。目覚めた時のアルミンっていうことで。待って、あのシーンをしなきゃいけないんでしょ。うん、実写版になったら。岸本さんはずっとそれを眺めてる。ずっと見ていなきゃいけないんだけど。最悪。俺得ですわ。ちょっとごめんなさい、衣装で気づいたんですけど、僕のこので用意していただいたジャケットと、石川さんのこのスカートが、すごいこう、セットっぽいですよ。確かに。ちょっと待てよ、おい。何アピールだよ、おい。だってよ。何アピールだよ。何アピールだよ。やめろよ。気づいちまったぜ。ペアルク。やばい。さあ、まだ来たね、次の質問。はい、なんか好きなキャラクター。下野さんの背中で服を。おい、お前、何人の服で、何拭ったんだ、お前。人との信頼を。そうですね。